穴吹き工務店、株式会社穴吹き工務店、穴吹き工務店、穴吹コンストインクは、メジャーセブンの一つである大表グループで、香川県高松市に本社を置く、不動産会社、デベロッパー。2007年、平成19年度に、国内の事業種別マンション供給個数ランキングで、首位を獲得するも、世界同時不況などの影響を受けたその後の、業績低迷により、 2009年、平成21年に、会社構成法の適用を申請。そしてその4年後の2013年、平成25年、大手マンション分譲業者である代表の完全子会社となる。1905年、香川県高松市に、穴吹き企作がゼネコンとして、創業、1945年、昭和20年に、穴吹き夏継ぎが2代目となった。 1961年、昭和36年1月11日に法人化した。1969年、昭和44年に三沢ホームの代理店としてとなって、香川県と愛媛県で小建て住宅事業を展開するようになり、2003年、平成15年4月1日に三沢ホーム事業部と三沢ホームの子会社三沢ホーム四国と事業を統合して、 穴吹三沢ホームを発足させて、四国全域での三沢ホーム事業を当社が中心となって展開するようになった。2001年、平成13年4月に穴吹不動産販売を8月1日に子会社群を統括する中間持ち株会社の AG カンパニーグループを設立し、グループの経営強化を図った。2003年、平成15年9月と2004年、 平成16年3月29日には、第三者割当増資を実施して、資本増強をした。分譲マンションの用地取得から、企画設計から、販売、アフターサービスまでを自社グループで一貫して行う、ATD、穴吹トータルデベロップメントシステムと称する事業形態を採用し、地方中核都市圏を中心に事業展開を進めた。2004年、 平成16年7月に穴吹き工務店札幌を設立し2005年平成17年4月1日には国根建設を子会社化して東北地方での事業基盤を強化するなど地方都市でゼネコンなどと協力事業拡大を図り2007年平成19年度には国内の事業種別万4供給個数ランキングで首位5037個になったこのため 2007年、平成19年度の販売個数5037個のうち約90%弱にあたる約4400個を地方都市で販売するなど、首都圏などの大都市の比重が高い他の大手マンション業者とは主力とする半地域が大きく異なっていた。1996年、平成8年4月1日には、子会社の FM 高松コミュニティ放送が放送開始し、 放送事業へ参入した。2005年、平成17年7月29日には、リゾート施設運営の、ハートレイの全株式を取得して、完全子会社化し、2006年、平成18年8月1日には、同社に、穴吹ビラサービスを、吸収合併させて、穴吹ハートレイとして、事業を統合し、2007年、平成19年11月1日には、 旧厚生年金施設、サンピアサヌキの運営を継承して、ミキリゾートスポーツパークとビラサヌキとして開業するなど、リゾート関連事業の拡大を図。また、2006年、平成18年3月には、トランクルーム事業にも進出した。2002年、平成14年9月に、上海市に、穴吹、上海南県開発有限公師を設立し、 中華人民共和国で建設、販売するマンションのコンピューター設計業務に進出した。2007年、平成19年3月に、レストラン運営の、上海穴吹山院管理有限講師を設立し、同年4月に、レストラン、ユうスケを開店した。また、同じ2007年、平成19年3月に、内装工事志向の、 上海穴吹装飾工程有限講師を設立し、同地での内装工事事業に参入した。2008年、平成20年4月には、中国、上海市に不動産物件の管理業務を行う、合弁会社、上海陸各千葉市穴吹物業、経営管理有限講師を設立し、同地での不動産管理事業に参入した。しかし、当社の経営再建の一環として、 二千九年平成二十年六月にレストラン運営の上海穴吹山院管理有限講師の生存手続きを開始し二千十年平成二十二年四月に生存手続きを完了したのを機に東地区での事業撤退を開始二千十年平成二十二年十二月にマンションのコンピューター設計業務の穴吹上海南県開発有限講師の 全株式や内装工事志向の上海穴吹き装飾工程有限講師と不動産管理事業の上海陸口橋穴吹き物業経営管理有限講師の合弁会社2社の当社の持ち分全てを東急不動産に売却して当地から全面的に撤退した建築費の高騰が進むとともに構造計算所偽造問題に関連した建築基準法の厳格化によって 建築確認審査が遅延するなど建設コストの上昇が進むと土地代が比較的低い地方都市主体で相対的に建設の比率の高くなる当社のマンションはコストが上昇しやすい側面があった。そうした建設コストの増大による販売価格の上昇に顧客の所得拡大が追いつかなくなりつつあったこともあり2008年平成20年3月期には赤字に転落した。 さらに、2008年、平成20年9月の米国リーマンショックに橋を発した世界同時不況の影響が重なり、業界全体の日本国内での新築マンション販売個数が2008年、平成20年度には16年ぶりに零零零零、こう割り込むなど、当社の主力事業であった新築マンション市場は大きく落ち込むことになった。そのため、 サーパスマンションの主な供給先である地方、県庁所在地においても競合するマンションデベロッパーの経営破綻が相次いで、それらの業者が手掛けたマンションが売れ残り、市場に放出された,たことから、サーパスマンションも分譲価格が下落し収益が悪化し、2009年、平成20年11月24日に、東京地方裁判所に会社構成法の適用を申請して、 経営破綻した。この会社構成法の適用を申請した時点で、約120億円、130億円の債務超過に陥っているとされていた。2010年、平成22年2月9日にフィナンシャルアドバイザーに、日光コーディアル証券、現、SMBC 日光証券を選定して、債券のスポンサー選定への助言などを受けることになり、5月28日に、 投資ファンドである JWL パートナーズ、JWP とライオンズマンションを展開する株式会社大京のグループをスポンサーとして選定した。そしてマンションの開発から販売までを一貫して手掛ける従来通りのマンションデベロッパーとしての事業形態を維持しながら再建を図る形で構成計画案が作成され、同年7月30日に 東京地方裁判所に構成計画案が提出されて9月30日に認可された。この認可を受けて、同年10月1日付で、立山茂美事業家管財人が新社長に就し、関連会社は、穴吹コミュニティや穴吹建設など中核事業の4社のみに、絞り込んで再建を図ることになった。そのため、2009年、平成20年12月25日に、 穴吹三沢ホームの全株式を三沢ホームへ上として同社の完全子会社へ移行したのを皮切りに2010年平成22年3月31日に子会社香川県生コンの生コンクリートの製造販売事業を朝の五式大工業二条と同年6月17日に FM 高松コミュニティ放送の所有株すべてを大グループへ上と 同年11月1日に、ビラオノエの運営を、ハイパーアシストの子会社、ハイパーリゾートが、同年12月に、ビラオノエの運営を、清見山荘の子会社、ミキサヌ、クラブが、各々の継承するなど、関連事業の譲渡が進められた。また、2009年、平成20年11月30日に関連会社で、生コンクリート製造の、 綾上工業が高松地方裁判所から破産手続きの開始決定を受け、2010年平成22年6月23日までに穴吹工務店札幌が札幌地方裁判所に自己破産を申請して手続き開始決定を受けるなど破綻処理による関連会社の整理も進められた。厚生第2期にあたる2012年平成24年9月期に 売上高約318.07億円で、経常利益約66.9億円となり、純利益が約170.79億円を上げて、純資産が約136.59億円と、プラスに転じるとともに、2014年、平成26年9月期までに約700億円の返済を予定していた債務のうち、約600億円の返済を終えるなど、 順調に再建が進んだ。そこで、2013年、平成25年3月11日に、東京地方裁判所に、会社構成手続きの集結を申請を行って、同月31日に、東京地方裁判所から、会社構成手続きの集結決定を受けて、法的な再建から脱することなった。また、会社構成手続きの終結を受けて、二千十三年、 平成25年4月1日付で、大手マンション分譲業者の代表が、JLK、代表と JWILPARTNARS の出資による合同会社、保有する穴吹公務店の全株式を買収し、同社の完全子会社となった。地方中核都市を中心として2013年、平成25年3月末までに、約1300棟、 約7万7千戸のサーパスブランドの分譲マンションを販売した。開発から販売後の管理まで一貫して提供する ATD 穴吹トータルディベロップメントシステムを標榜しており、分譲後の管理業務も行っている。ただし、2013年、平成25年3月末時点での管理、受託個数は約6万8千戸であった。 またサーアッパスマンション入居者向けサービスとして24時間365日フリーダイヤルで住まいの様々な相談を受ける穴吹きコンタクトセンターを開設している。現在、代表グループ内に存在する穴吹きを関する関連会社に以下の各社がある。同社と同じ香川県高松市に本社を置く穴吹き交産は1964年 昭和39年に穴吹公務店グループの関連会社として設立されたが、1985年、昭和60年に競合するマンション分譲事業に参入した子から完全に分離しており、2009年、平成21年11月24日の当社の会社構成法の適用申請時点では、資本面での関係はなく、人的交流もなかった。 関連会社として発足したものの、当初から資本的関係はそれぞれ独立した形であった。この点は、学校法人穴吹学園も同様。これは穴吹工務店の二代目経営者である穴吹夏継が資本三分割法を実践した結果であったという。その後穴吹孝さんが1985年にマンション分譲事業に参入したことにより、穴吹工務店と共同関係となり、 穴吹き孝さんは穴吹き務店グループより分離し、独立系マンションでロッパーとなった。穴吹なつつぎの死去から2年が経過した2002年10月、穴吹き孝さんはマンションブランドアルファステーツを差別化するため、穴吹き務店と同一だったコーポレートアイデンティティ CI を変更し、対外的な商標も穴吹き孝さんとひらがな表記を使用するようになった。その後、 2009年の穴吹工務店の会社構成方針制までは穴吹工務店と穴吹工産の経営者が兄弟という人関係が残っていたが現在の穴吹工務店は創業家である穴吹家から代表が100%株式を取得し穴吹工務店と穴吹工産との人的、資本的関係は完全に解消されている。ただしインターネットドメイン名は穴吹工務店は a n a b u k i c o j p 穴吹孝さんは a n a b u k i n e j p とセカンドレベルドメインしか相違がない。2009年の会社構成方針制以前は赤月をアレンジした穴吹きんちゃんをイメージキャラクターとしてテレビコマーシャルなどに使用していた。各種スポーツへの支援を行っていたが業績悪化に伴い 2009年、平成21年に相次いでスポンサーから撤退した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。